はい、どうも、BLS まさかやっていきたいと思います。はい、第一ふるさと高校でニール初使用していきたいと思います。デッキの方は、マーシ、ホリバ、カフー。で、エミリア、トビタ、そしてニール。この6人でやっていきたいと思っております。はい、そしてアイテムの方は、バードリと招き猫を持ち込んでおります。では、やっていきましょう。まあ、こちらのニール、人数効果アップございません。なので、どちらかといえば、第一ふるさと高校の方が合ってると思います。まあ、ギガント学園高校よりこちらの方が合ってますね。まあ、いい選手作っていきたいと思います。まあ、練習効果アップで 20% ありますので、まあ、全然ね、まあ、ギガント学園高校でも使えないことはない。でも、こっちの方がいいですね。まあ、タック性能的にはね、まあ、こちらの方が良くなっております。はい、そしてこれは一回休んでいこうかな。休んでいきましょう。はい、OK です。で、今回、久しぶりの第一ふるさと高校でのサイドバックサクセス。うん。まあ、サイドバックサクセスになると、マハシは必要。マハシは必ず必要になってきます。まあ、種まきは抜きました。うん。さすがにね、種まき、飛びた、マハシ入れてると、ちょっとね、デッキ編成が厳しくなりますので、まあ、このデッキで行かせていただきます。うん。まあ、ちょっと大成功ね。狙いず、お、ナイスやべつか。大成功が狙いづらい風になりますが、まあ、しっかりと、まあ、短縮踏んでいかないと、まあ、クロスマシーンまで取れていけません。うん。まあ、取りたいっすね。まあ、しっかりと取っておきましょう。まあ、飛びたのね、2段階、うまいこと発動。そして、マハシの2段階もうまいこと発動させていけるとワンチャンあると思います。はい。調子いいですね。うん。いきなり2個も短縮してくれました。まあ、セク1はもう短縮なしでもいいと思います。そしてニール。いきなり金徳でね、体力回復あるのはありがたいですね。金徳イベントで体力回復。まあ、これはすごい助かると思います。まあ、序盤なんで体力回復どうかって言われたら微妙なんですけど、1回目なんでね。うん。これが金徳3回目とかで体力回復ならばもっと良かったかもしれません。はい、そしてここ。まあ、芝、トレーニング行っておきますね。そして、イコマちゃんのやつ行っておきます。はい。では、メンタル行っていきましょう。ここ短縮別にいらないんで、メンタルで大丈夫です。ワンチャン、この後、うん。1段階、2段階っていう感じで短縮踏んでいけると、もう1個とかかかります。まあ、ワンチャンですけどね。はい。エミリア、進んでいきましょう。で、まあ、グランドライン引きなんですけど、飛びたとヤベサカか。じゃあ、ヤベサカ連れてきます。生えておいていきましょう。はい。ワンチャン短縮。2連チャンで、次の短縮は2段階。はい、残念。じゃあもう、セク1はもう短縮なしでいいです。大丈夫です。はい、あ、ディフェンスいいな。踏むか。まあ、そんなね、そんな経験点は出てません。ですが、まあ、序盤の経験点は結構ありがたい。まあ、しっかりと、確保してね、基礎値上げときたいと思います。はい、飛びた進んでいきます。まあ、飛びたはね、まあ、基本確定で1金属となっておりますので、早めに進んでいただけると助かります。どうしよっかな。まあ、これはどうだっていいや。ブラシ掛け。で、守備。うん。いいですね。はい。メンタルいっていきましょう。はい。そして、花粉の方も進んでまいります。福井部。いいね。もう一回読んでいきましょう。はい。これな、エミリア行っとってもいいけど、ね。で次、一回休んで、セクに挑んでいきたいと思います。はい。攻め上がっていきましょう。はい。で、エミリアが進んでまいります。はい、OK。で、これはもう一回休むでいいですね。はい、ではセクションクリアということで、セク2やっていきましょう。セク1は1431点。では、やっていきます。まあ、セク2で気をつけないといけないことと言いますと、やはり、まずは、練習効果アップ。まあ、それが引けるか引けないか。まあ、ナイター照明が2段階引けるかどうか。そして、お任せで練習効果アップ。早めに引けるかどうか。まあ、このあたりだと思われます。あとはブランドが被らないことだね。うん。はい、牛皮、いってきます。まあ、これでいいかな。
どれだっけ、これか。パワフルマイで、これでいいんだな。はい、そしてあとは機械のメンバーですね。あとは機械のメンバーでやっていきましょう。で、ワンチャン飛び板の短縮2段階引けていけると、これは熱くなってきます。飛び板の短縮2段階。飛び板の短縮2段階。はい、飛び板来た。で、2段階。はい、あざす。いいですね。じゃあ、次のターン。いや、この次のターンが、この次のターンに終わります。で、ニール、2金時くれましたね。早かったな。もうセクニの頭で終わっちゃったよ。セクニの頭で終わるのはちょっと早すぎた。まあ成功したからいいんだけどね。はい、テクニック、いっとこうかな。まあこれ短縮なしです。はい、花粉、いいですね。まあ花粉も終わっていくのが、後指は早いな。後指がすごい早い。まあいいけど。はい、大成功、ナイス。で、機械も終わっていく。いいね。で、田植え。で、エミリアの方も終わってきまーす。で、とりあえず能力は振ってきます。とりあえず能力はスピード、テクニック、スタミナ、パワー、できればなと考えております。はい、まあ、とりあえずこれでやっていきましょう。これでいいかな。はい。でもって、ものづくりなんですけど、あ、これメンタル踏みたいな。これはまあ適当に活かしとくか。ここは正直適当でいいんだ。で、ナイター照明とかに、ナイター照明違うな。あれだな。バイオマスだな。バイオマスに飛びたと、ゆずき連れてって、どちらか短縮起こってくれて嬉しい。で、追肥ですね。まあ、基本的に、ね、なんだ。ゆずきは早めに終わるもの。ささっとやっていった方がいい。で、ゆずきのテクニックボーナス。技術ボーナスを上げていきたい。で、敏捷。終わった。はえー。ちょっと早いわ。まあまあまあ、成功してくれてるからいいけど、ちょっと今日は早いっすね。金徳の進みが早いかもしれない。金徳優先で進められてんのかな？ちょっと早いわ。はい、行ってきまーす。はい、ワンチャン生えて。ワンチャン生えて。生えての難縮。来ない。残念。はい、バイオマス終わっていきます。で、内定証明やっていきましょう。で、ワンチャンこれメンタルで踏めると熱いな。ナイター照明。で、これは、どうすりゃ、緑置いてきたいんだよな。こっちか。で、ゆずきの方で、エアレーション行きましょう。はい、ではこれメンタル踏んでいきます。ワンチャン短縮。ワンチャン短縮。監督か。残念。で、カフーの福井部へ進んでまいります。はい、そして、飛び田くん、体力回復、ナイスです。ありがとう。ここでの回復は助かります。はい、そして、ここの短縮としましては、飛び田かな。内定証明、あと1回短縮できるから。はい、飛び田。さあ、来い。はい、来ました。ありがとう。オッケー、オッケー。で、マハシの方も進んでいきますね。はい、オッケーでーす。いきなり被りはきついわ。いきなり被りはきつい。まあ、ナイター照明2段階引けたけど。いや、いきなりブランド被りか。ねえ、これ、矢部坂と生駒でやった方がいいですよって言われたんですけど、自分、オートと矢部坂生えてても別に変わんない気がするんだよな。うん。はい、お任せ行ってきます。もうここはもうお任せ。お任せ行ってきます。で、まあ、ディフェンスなんだろうな。短縮やれじゃないもんな。アイデア飛びた。短縮。飛びた、行こま。来ない。残念。はい、ディフェンスも終わってきます。ディフェンスも終わってきます。で、オーバーシート。
オーバーシート行って。あ、ちょっと待てよ。これ失敗したな。さっき飛びたのやつらで、違ったか。まあいいか。こいつらにお任せ聞かせればよかったな。まあいいっす。アイデアテクニック。ゆずき。種まき。ゆずきがいいな。あー、短縮なし。短縮なし。じゃあ一回休もうか。飛びたの短縮ないしね。はい、ナイスチュンガバー、オッケーです。で、ゆずきちゃんの福指で終わっていきます。はい、そして筋力、そしてお任せ。おー、来た！ナイス、来ました。ありがとう。もう、POV 来ました。POV 来てくれました。ということで、とりあえずもうお任せではなく違うもの行こう。はい、中級トレーニング行きます。で、中級トレーニングの方でワンチャン短縮2段階を起こしたい。ワンチャンこれ起きて次のターン、上級。ほい！あー、1段階か、残念。1段階かー。で、もう花粉終わってきますね。早いっすね。後指が早いっすね。はい、そしてここで、2ターンで終わらせたいんだけどな。ビル工事行って、ビル工事行って、いや、微妙だな。すごい微妙だな。まあ、猫車は大事。猫車は大事。で、お任せ行くか。生駒ちゃんのお任せ行くか。で、まあ、2ターンで終わらせていくために、マハシのやつ行っちゃおっか。ちょっとこれ余分かもしんないけどね。はい、行ってきます。数合わせです。まあ、セクさんの頭にね、やっぱり、できるだけ人を集めておきたい。まあ、そこで新しいものづくりがありますので、そこで終わらせていけるっていうのが一番ベスト。でもまあ、飛びとかが終わんないんですけどね。はい。あー、悪かない。これはもう、ワンチャンディフェンスって感じで踏んでいきたいですね。ワンチャンディフェンス。で、飛びたワンチャン短縮。踏んでいきたいですね。ワンチャン短縮踏んでいきましょう。ワンチャン短縮2段階。さあ来い。怪我するな。33%。おっと。大きな怪我やめて。うわー。マジか。やっちゃったな。やっちゃったな。はい。4393ということで、セクさんやっていきましょう。気合い入れよっか。これ気合い入れていきます。これ気合い入れていく。で、ここ、多分、守備いけるんですけど、ブランドモデル優先なんだよな、これ。ブランドモデル優先させないといけない。これいけちゃうんですけどね。ブランドモデル、もうここで終わってくれよ、技術。次技術絶対くれ。次技術が絶対に欲しいです。んで、どうするかだな。ここで待ってもいいけど、待つのはさすがにもったいない感じがしますんで、フェイントマシンでも行く？もったいないからね。で、ここで短縮。まあ、ゆずき起こしたいところですが、タック的にはこっちの方がいいんだよな。はい、ワンチャン飛びた。これはない。はい、ゆずき進んでいきます。仕掛け。はい、生駒ちゃんも終わっていきまーす。はい、そして、ボスか。あ、いけんだね。次で守備はいけるんだ、このメンバー的には。メンバー的には守備いけるのであれば、草むしりしておきます。はい、ゆずきか。ゆずき、はやて、ゆずき、はやて、ゆずき、はやて、来い。来ない。まあ、リズムありがたい。リズムは結構ありがたいよ。はい、大成功。ナイス。猫車。で、ここで、この守備。機械の、やついきます。はい、そして、飛びたの短縮2段階起こしたいけど、いやー、これなんか、イコマ、はやてが来そうな感じがするな。はい、休んでおきます。はい、そして、技術来てくれました。OK です。
で、これでブランドモデルいけますね。これでブランドモデルいっちゃいます。ブランドモデルいきまして、そうだな。これで、お任せ系でもいけるし、そう、ハヤテが2段階いってるから、次飛びたい行こう。均等に行かないと後々しんどいからね。はい。飛びたの短縮呼びたいけど、ここ行こう。さあ、飛びた。OK、2段階。OK、ナイス。ありがとう。守備が2段階終わってくるのありがたい。長いの2段階終わるの助かるね。で、ここで、ナルカネが来てくれてます。ナルカネが来てくれてますので、カウンター行ってもいいけど、もう土木行きたいな。で、イコマちゃんのお任せ行きたいですね。イコマちゃんのお任せ行って、土木行こう。じゃあ、残りのメンバーで土木行こうか。ね、これで行っちゃいます。微妙だな。ハヤテだけなんだよな。ハヤテ飛びた。ハヤテ飛びた。ハヤテ。練習後イベント。来ない。残念。停止かけと布石。はい、そしてものづくり終わっていきます。で、堀場くんね。堀場くんは金属体力消費ないからありがたいね。ああ、ディフェンスいいな。ディフェンスいいな。いいけど、これはメンタルだ。これはメンタルだが、どうしよう。カウンター行く？イコマ種まきここ。じゃあメンタル。メンタルで、イコマ種まき短縮。どちらかが来てほしい。さあ来い。来ない。うん。残念。お？あ、ラッキー、終わってくれた。ラッキー、終わってくれましたね。測量かなんか終わったね。ありがたい。お任せで1段階終わってくれました。ありがとう。これは結構熱いかもしれない。はい、ハヤテにお任せ。で、飛びたにお任せ。で、何行くかなんだよな。飛びたにお任せ行っちゃうと土木が一人足らないのか。きついね。いや、これ、生駒の方に飛びたがいるから、これであれば、これ掘削行って、この二人置いとくわ。ハヤテと、オートちゃん置いときます。お、でかいタック。ナイス。乾燥タック。あざす。置いといて次のターンね、一緒に生駒、飛びたのお任せを、進めていければ、まあお任せ系ではね、一緒に終わってくれればいいんで、それで行っておきます。敏捷乾燥しておりますんで、敏捷、しっかり取ります。もうディフェンスは100近くまで行っちゃいます。で、テクニック振っていきます。まあこんなもんでいいでしょう。いいでしょう。はい、ではディフェンス行っちゃいます。飛びたくん、2段階短縮。来ない。ゆずき終わってきます。はい、金鉄は今のところ全部成功してくれてますね。オッケーです。ありがとう。で、卵。あー、これ一回休むかな。一回休もうか。でも卵使っとかないともったいないな。すぐなくなっちゃう、これ、卵。ダメだ、これ。で、イコマにお任せ、で、飛びたにお任せでいきましょう。で、これで3回ずつ終わるってことね。まあ、悪くない速度かな。はい、では卵、いっておきます。で、一回、休みだな。で、ディフェンス振っておきます。ディフェンス104。今回ね、でもね、経験点が足りる気がしないんだよな。ランクアップ金とか新しいサイドのやつもあるから、結構きついんですよ。はい。で、守備が終わってきます。カウンター終わってきます。で、ナイス。トンネル、さっさと行きたいけどな。上級トレーニング行ってなかったか、俺。上級トレーニング行ってないのか。で、ここ、稲刈りもあるから、稲刈り行ったら行って、次のターン上級で行こうか。で、その後芝刈りって感じで。あ、でも、ゆずきいる。
ゆずきいるならここで上級行くか。ゆずき入れて、やべさかもいるから、ここで短縮起こしていこう。で、聖地ね。はい、さあ、ゆずき2段階。まだゆずき来てないから、そろそろ来るでしょ。そろそろ来るでしょ。はい、やべさか。残念。まあ、やべさかはしっかりと来てくれてますね。ゆずきはどっかで2段階短縮来てほしいけどね。はい、お任せ、進んでいきます。で、飛びたも進んでいきます。飛びた。ドリンク飲むのはどうしよっかな。また今度でいっかな。ここは一回休んでいこうかな、って感じですね。イコマはないな。はい、休んでいきます。はい、ではここから。でかいダック。でかいダック。で、ネオシばかりいけるけど、ここはとりあえず田植えだな。あ、観客席ナイスな。観客席は結構引けないからありがたいです、あれは。とりあえず田植え、じゃあ稲刈り行って、稲刈り行って、で、サイドバックも行けたけど、お任せ行かないといけないんだよね。お任せ、生駒ちゃん、そして、で、飛びたく、お任せ。これでいいかな。これでいこうか。で、機械行くか土木行くか。まあでも土木の方は、あとトンネルだから、でかいのは。それならばこれ、機械かな。機械。かな、土木は終わってきてるから、機械行こうか。はい、OK です。で、ワンチャンこれテクニック踏んで、ゆずき来ないかな。スカウトいるけど、スカウトいるけど、ワンチャンゆずき来てくんねえかな。ねえ。ワンチャン。まあ、技術稼いでおきます。あ、来たわ。ナイス。で、2段階。2段階来い。2段階。1段階、残念です。ワンチャン2段階あるかなと思ったけど。はい、試合は出れてませんね。はい、しっかり前半後半でいきたいと思います。はい、そしてテクニック90までは行こう。まあ、サイドバックだからね、テクニックを上げていきたい。はい、これでいきます。はい、3対0、無事終わっております。ということで、さあ、2ゴール。はい。体力全開。あー、これ意外と、これ体力余りそうだな。やばいな。ちょっとまずいな。それちょっとまずいな。まあ、バンバン体力使っていこう。ドリンク使っていこう。ここ、いい短縮ございませんね。で、ネオシばかり行きたいな。土のう行くか、さっき。自動おにぎりマシンと、これは土のう行った方がいいな。残ってるメンバー見ると、緑をしっかりと使っておきたい。はい、ではディフェンスにできまーす。少しでも、経験で稼いでいきましょう。はい、ではセク3終了17,770。ちょっとハマってません。ちょっと経験点がハマっておりません。もうちょっと経験点出てほしい。ちょっとディフェンスタックが少ないからね。まあ、一回しか踏めてない。はい、トンネル行っちゃいましょう。トンネル。トンネル大事。これは、でも待てよ、テクニックみたいな。ダブルタックっしょ。まあ、技術稼げるとき稼いどかないといけないんでね。はい、早て。はい、トンネル進んでいきます。オッケー、ありがとう。おー、給水器いらなかった。給水器はいらない。はい、そして、お任せ系のやつ進めていかないといけないけど、土木と、あれしかないけど、いける？
あ、マジパカ無理か。それならば、電凸もらえますか。電凸もらっていこうか。電凸。はい、ではこれ、ディフェンス、いってきます。はい。はい、ゆずき。はい、ナイス。いいね、トンネル終わっていく。ありがてえ。それはちょっとありがたいかもしれない、今。はい、そして掘り場の方も終わっていきますと。はい、これディフェンスですね。で、寝押しばかり。いや、終わらせん。まずは、どれから行くだな。ネオから行っときたい感じはするんだけどな。まあ、こっち、マルチから行っとくか。マルチ行って、ドロンコサッカー行ってきます。ね。はい、ではディフェンス行きます。ちょっと経験点やっておきますね。そう、芝刈り終わってねえんだよな、芝刈り。民衆使おうと思ったら芝刈りがなかった。はい、ではこれで、ちょっと 9% 怖い。はい、OK です。ナイスー。で、早いです。寝ます。オッケーです。マルチプレイヤー進んでいく。オッケー。で、これは体力回復いらないっすね。はい、クロスオーバー終わってきます。ナイスです。番 A。で、ここで、まあ、適当に進めるか。ま、お、ナイスカンスト。筋力もカンスト。精神がちょっとカンストしなかったな。精神が乾燥しませんでした。まあでも、いいタックですね。ありがたい。で、筋力敏捷を乾燥と、サイドの支配者だっけ、まあ、筋力使うからな。まあ筋力はしょうがないか。多少余ってもしょうがない。こんなもんで行ってしまおうかな。まあ多少は待ってもね、感想は上がってるんで、はい、溢れはしないはず。はい、ではディフェンス行っちゃいましょう。オッケーです。はい、飛びた。ナイス。ナイス。ありがとう。マルチが終わってきます。マルチが早めに終わった。ありがたいね、これ。で、クロスマシーン。うん。で、ディフェンス打っていく。で、もう110まで行きました。で、クロスマシン振りたい。ね。はい。で、ここで、ネオ芝刈りトンネルスタジアム。いや、トンネルじゃない、スタジアムか。スタジアムから行くべき？違うか。ネオ芝刈りと水抜きゲームから行って、で、スタジアムは、でも両方一応終わんのか。両方一応終わりますね。オッケーオッケー。これはスタジアム行ってきます。で、ネオ芝刈り終わったメンバーで、ね、もう一個行くんで。はい、ね、これ適当に踏んどきましょう。まあ、ブランドモデルでいいかな。ブランドでいいかな。はい、まあ、短縮いらない。けど、これメタルできます。はい。はい、OK でーす。フィジモン。で、こっから、まあ適当に、あ、巨大スピーカー行こう。巨大スピーカー行きまーす。ディフェンスかなー。で、やべさか。意外と精神も必要だからな。はい、寝足ばかり終わっていきます。ナイスです。で、飛びたくん終わってきます。オッケーオッケー。大地はね、イベント進みづらいんだよな。さっさと進んでるように見えても、ここまでかかったからね。はい、ディフェンス。はい、ディフェンス。で、ドリンク飲んでいきます。ドリンクはバンバン使っていこう。どうせ余る。
いやーこれ大変だな。筋力敏捷精神大量に必要だわ。いけるか。はい、筋力。はい、ナイス。はい、ディフェンスね。もうバンバンバン。でも精神がね、やっぱね、ディフェンスタックちょっと弱いんだよな。筋肉使いたい。まあ、とりあえずこんなもんかな。で、ディフェンス行くんですけど、早めに終わりすぎたな。ちょっと想定外だった。濡れ芝、技術を稼いでいきます。そしてブランド行っておきましょう。ブランド、はい。ではこれ、ディフェンス行きます。行きましょう。短縮めっちゃハマるな。あ、2段階終わっちゃったよ。早っ。はい、そして能力振っときましょう。能力振っときまーす。はい、ではこれでいきます。いきましょう。ちょっと足らないかもな。はい、2対0、無事終わっております。ということで、さあ、残りディフェンスタック連発。まあ、テクニックタックも踏みたいけど、まあ、とりあえずディフェンスタックです。とりあえずディフェンスタック。でもこれはテクニックかな。どうだろうな。迷う。すごい迷う。これ行くか、可動式行くか。可動式行くか。微妙だな。何行こう。これは置いといて、で、土木行くか。土木のこれ行くか。はい、行ってきます。はい、で、微妙だな。技術もまだ必要なんだよな。技術まだ必要だから、これちょっとテク踏んどくか。でもダブルタックの時にテクが見たいんだよね。まあ、ユズキがいるから、まあ、ユーズボナーは乗ってるけど。はい、OK です。そして、ディフェンス、ナイスタック、いいよ。で、振ってかないとまずいですよと。筋力。筋力はいいのか。敏捷がちょっと。敏捷がちょっと。はい、可動式技術、活性毒かな。はい。で、筋力、敏捷。ああ、超回復とかも取ってないのか。ちょっとやばいな。はい、ではディフェンスいきます。いきましょう。短縮起こらず。はい。で、技術、OK。はい、大成功じゃない、ごめんなさい。エースキラー。で、まあ、ディフェンスなんだろうな、これ。まあ、ディフェンス。で、短縮起こせない。じゃあ、これ最後、体力回復のやつだけ踏んで終わろうか。はい、バーベキュー行ってきます。行きましょう。あ、ミスター。これ、ゆずき入れるべきだったな。ごめんなさい。こういうのもね、ゆずき入れて、ゆずきのボーナスを上げた方がいいです。ごめんなさい。少しでもそういうのはしっかりとした方がいいです。で、経験点が多分足りません。きついっす。カンスト連打してくれたらギリ足りるかなって感じだな。精神カンストくれないかな。はい、ディフェンスいっちゃいます。行きましょう。はい。で、体力回復。で、終わっていきます。はい。で、ダブルタック。あー、テクニックのダブルタックもあるけど、これはもう、ディフェンス行きたいなー。ディフェンス行かないとまずいんだろうなーって感じです。
そうだな。そうだな。まあ、溢れはしないんだろうな。はい、これできます。はい、ではディフェンス行ってしまいます。さあ、カウンストタック、カウンストタック、カウンストタック、カウンストが見たいよ。うわー、しょぼい。しょぼい。ワンタックがしょぼい。いや、終わんのか？終わらない気しかしないんだけど。はい、行きまーす。ディフェンス行きましょう。で、これサクッとピンチャン行ってしまいます。行きましょう。はい、無事終わっております。ということで、ラスト練習、カンスト練習お願いします。カンスト。カンスト、カンスト。まあ、でも精神もちょっと出てほしかったな。残念です。まあでも、結構出てますね。OK です。印象が触れません。あ、ダメか。こうだろうな。何がいい？それが一番いい。こういっとくか。うん。これで、いってきます。あれ？俺、あ、ごめんなさい、ミスった。精神振っちゃダメだわ。あー、やっちまった。あ、精神振っていいと思って精神振っちゃったよ。これ精神最後足らないんじゃない？もしかして。もしかしてだけど精神足らないんじゃない？あ、やっちゃった。俺これ。やっちゃったな。まあ、技術も足んねえわ。技術が足らないのは分かってたことだけど。まあ、最終的には試合では足りるからね。まあ、敏将はスピード分はないけど、スピード分以外は出るかなって感じだな。敏将だな。いや、でもスピード分以外も足らねえわ。あ、でも足りるか。108だ、180だろ。それならいけそうな感じはする。まあ、超回復、精神足んねえな。最後のあの精神振ったのマジダメだったな。で、試合ではほとんど稼げません。で、彼女もいないんで、そこまで経験点出ないです。なので、まあ、ここで振っときゃいいよなって感じなんだよな。はい、では、これで行ってしまおうか。な、行きます。はい、終わり。2-0 ですね。で、経験点が230。うん、溢れないかな。ね。はい、オール40。で、掘り場が来るかな。これぐらいだもんな。経験点取るな。はい、ということで経験点いくつですか ?33,000。はい、を振ってまいりました。ちょっとね、経験点足りませんでした。ここで4万点以上稼げてくれば、また変わってくる。まあ、ディフェンスのカウンスタックはちょっとね、セク3で踏めてなかったのはちょっと痛かったかなという状態でございます。XSS1 となりました。まだ上目指せると思います。頑張ってやっていきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。おつべたー。